石田正次郎は、明治時代の東京の中金家である。郷は正和。1878年3月、富山県高岡市自式町で、代々材木商の家に生まれた。幼い頃から中金業を好み、1893年に、黒、谷津次郎について、長金術を学び、高岡物産の火鉢に彫刻をした。単身状況をし、 大竹特国について金掘りと同期鋳造の技を研修後、人を介して中金家の中身辰沖の弟子となり、3年間中金を学ぶ。1900年に歯科を出て独立中金業を始める。1989年に初めて美術展覧会に同性詐欺の置物を出展し、二等法上を受賞。1905年9月に、 第20回長高協議会に、同性牛の置物を出品して三等同賞を受賞する。1906年に、第21回長高協議会に、中道同時補長の置物を出品し、一同は餌を巻き籠を装置して、補足に注意し二同はこれを着て断章を制す上司を、うがち得て、最も強ありとの賛辞を得て二等銀賞を受賞する。1907年に、 東京金魚博覧会に、同性お着物を出品して三等賞を受賞。1909年9月に、第3回中金展覧会に、ネズミに、羽棒器模様花瓶と、ナマズ模様の花瓶を出展し、妙木銅賞を受賞し、12月に第44回美術展覧会に、各種の金属中金群ネズミを出品し、儀芸銅賞を受賞する。その他数十回、 各種の賞を受賞している。その趣味は重量だった。ありがとうございます。